こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。音声娘ゆうの花コレクションを始めていきたいと思います。間違えた。お知らせはしっかりチェックだよ。巡業行こう。だな。奴らを貪るのだ。暗黒潮流ラゴン。暗黒がすごい。うなずきたい道後。わずかに負けた。ちょっと押し戻された。さあ野沢対道後。こちらがスキルを手に入れました。スキル大事。おーし、僅差で勝ちました。嬉しい。おーっと、風化対決。みんな有馬温泉に来てね。そう、相手の方が、あ、ここは純粋に勝つことが大事。もうちょっとだ。さあ銀山、これを勝ちましたね。最強とは最も強いと書くのだ。張り切っていくぞ。勇者見てるのじゃ。ファンの今徳島の西の近くに名所があるみたい。南西の端にいますね。勇者さんが頑張ったんだもん。ちょっと簡単に勝てるとは思えない相手です。いいですね、この挿絵も。完勝とはいかなかった。勇者氏勝ちましたよ。大丈夫、勇者さんが歌合戦もやってみるか。あ、とりあえず巡業はしないけど移動だけは全員しとくか。ボーナスはもらえるからな。ゴーゴー、ものだもん。行ってくるわよ、あたしの巡業。さあどんどん北へ向かっていきます。行ってくるで。うちに全部任せとき。そして歌合戦。
どきなさい。相手になるとは思えないわ。これも干渉とはいかず、目立たなくても見てくれてる人がいるから。干渉ですね。目立たなくても見てくれてる人がいるから。ちなみにここの報酬リストは白浜穂奈美がもらえるんですか？20位までだったら。20位になれば強いかも。目立たなくても見てくれてる人がいるから。次はガチャをやりますか。お知らせはしっかりチェックだよ。受け取れるアイテムがあるようじゃぞ。お達しをクリアしてアイテムゲットじゃ。お知らせはしっかりチェック。さあガチャチキ、ゆうともガチャチケが10個手に入ったということでガチャに行きます。まず無料ガチャ。ゆうともガチャ。そして最後は10回ガチャですよね。セレクションガチャもあるし、あ、こちらもありますね。特別衣装だということです。あ、3つあるんですね。スプリングそれぞれに。おっと、 SR 以上確定ガチャがあるぞ。温泉レアガチャ、何が温泉レアガチャなのかわからないけど、草津優衣な SSR があったり。なるほど、この3つですよね。この SR 確定ガチャって何でしょうね。一応草津優衣な SSR バージョンもあるみたいですので引いていきましょう。さあこれは SR っぽい。おごとさんか。おごとさんは特技解放されますね。すぐに、娘のとこに行って、おごとさん、おごとさんどこだ。おごとさんもう使ったのか。彼女かな。おごとさんは違う。原継ぐとおごとさんが、いや、そんなはずはないな。分かりやすいわけがない。勇者さん、得意教科です。ならば授けてやろう。これ以上あげられないですからね。
得意教科行くしかない。ちょっと足りないな。ガチャに行きましょう。10連ガチャ。風花のやっぱりね、ガチャが欲しい。まずガチャチケットを使用しましょう。うなずき。お、これは SR 確定だ。銀座小雪だ。これで20になりましたね。銀座小雪強い。彼女ここか。おなみちゃんに言われたんだけど、私の話し言葉ってもしかして変？ん？彼女じゃないのか。彼女こっちか。銀座小雪。いやー、ここまで放置してるのはちょっともったいない。力が欲しいか。ならば授けてやろう。特技強化する。ちょっと人形巡業続き行ってみましょう。かかってこい。なんちゃって。これは強い。ランクももうちょっと上がりそうですね。巡業、ほら準備できたわよ。ちょっとこれは苦戦しそう。意外とあっさり勝ちました。あたしの勝ち。当然よ。お、会話イベント発生です。勇者さん、巡業ね。輝くわよ。おっとっと、パンダガチャ。苦しいけど、なんとか勝った感じ。その、褒めて欲しいなって。布川ですね。いいですね。よっしゃ、頑張
さあガチャです。さあこの SSR 風化欲しい。いやー SR じゃないのか。伸びない。しかし平胴加工結構えぐいな。さあこれは SR 以上確定。しかもこれだと既存キャラ突がですね。これも SR 以上確定です。誰？こんにちは、伊香保花です。みんなが笑顔になれるようなアイドルを目指してます。よろしくお願いします。初登場かもしれないです伊香保さん。御霊変革。変革です。今更感が強い。わあ。さあ誰だったかな。じゃあこのイカホアアータに。なかなか可愛いですね、イカホーちゃん。プチコローダをリーダー&センターですね。やるべきことがないと何していいかわからないですよね。私だけかな。実は腹筋バキバキだったりして。牧場も楽しい時間を支えてくれるスタッフさんがいるんですよね。月岡ここもなんか すごいよな。この月岡も例えばこれのイカホはこっちの別バージョンなんですよね。
さあ、いろんな温泉娘がおります。みんなの長所を生かし合おう。みんなのいいところがバッチリハマったね。お知らせはしっかりチェックだよ。おっと、彼女15なんだ。結構すごいな。意外と育てないといけないかもね。特訓開始じゃ。うむ、その確かにね。ごめんなさい、雑音が出てしまって。紙レッスンの前に体力使う。お知らせはしっかりチェックだよ。ふうか、いいこと言った。はい、というわけで。心臓がドキドキ鳴ってるよ。どうしてかな、かな。はい、というわけでゴールデンウィークということで、この湯の花セレクションガチャ和メイド編やのガチャと巡業をやってみました。いかがだったでしょうか。なかなか音声娘多くて、正直娘の一覧だともっと鍋替えの機能とか欲しかったり、スキルのあれが欲しかったりしますね。スキルレベル、最大レベルの上の順に並べるというのが欲しかったりします。ぜひ実装してほしいです。はい、ではですね、この動画以上になります。お気に入りましたらチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。励みになります。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。
ゲーム動画でいこうでした。